SNS で金持ちセレブを演じてバレた女たちの悲惨な末路4選をゆっくり解説。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。SNS を見てるとセレブな暮らしをしてる人っていっぱいいるわよね。ブランド物をたくさん持ってて海外旅行にもたくさん行けて羨ましいわ。本物のセレブもいるが、見栄を張ってセレブのふりをしてる人もいるんだぜ。なんちゃってセレブってこと？もしバレちゃったら恥ずかしいね。そのバレちゃった人たちの話を知ってると言ったらどうだ？聞きたいか？もちろんです。もう聞く気しかありません。それでは今回は偽セレブがバレた女たちを見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目は平山エリカさんから見ていこう。彼女はキラキラなセレブ生活を日々投稿するフォロワー5万5000人のインスタグラマー。ツイッターのホーム画面では優雅にバイオリンを弾く彼女がお出迎えしてくれる。ふむふむ、なかなかのセレブ。経歴もなかなかすごいぞ。2010年頃から読モやプロモーションガールとしてテレビに出演して芸能活動をしていた。出資者が見つかりバーやラウンジの経営者になり、一気にセレブの仲間入り。東京タワーを一望する西麻布のタワマンに住み、ブランド品に囲まれた生活を送っていた。絵に描いたようなセレブ暮らし、滅びよ。彼女は本当に滅んでしまう。付き合っていた恋人が結婚詐欺師だったんだ。あら、ブランド品、家財道具、お店の売上金まで持ち逃げされ借金まで背負うことになってしまった。そこから6畳のワンルームアパートへ引っ越し、一気にセレブから庶民へ逆戻り。でもどうしてそれがバレたの？2020年10月5日テレ朝の激レアさんを連れてきたに出演。そのタイトルは、本当は貧乏でアルバイトを収録入れているのにインスタでセレブ生活を演じ続けている人、だ。まさかの地上波でのカミングアウト。セレブな生活を送っていると思われて、チヤホヤされることがやめられないそうだ。とは言ってもカミングアウトしちゃったし、しかも全国区で。でもさ、6畳ワンルーム、収録のバイト生活でセレブを偽るのは無理があるんじゃない？そのあたりも番組でネタ明かしをしてくれたんだ。近所の公園で撮影をして、それをニューヨークやマイアミと言って投稿している。日本語看板やカラスのいない、日本とはわからない場所を探すことがポイントだそうだ。なんという裏技。部屋は散らかっていて暮らしは質素、手作り麦茶などザ、庶民の暮らしぶりだ。そして撮影は100均で白い壁紙とライトを買い、部屋の一角を撮影場所にしてセレブ撮影をしている。なんという涙ぐましい努力。そこまでしてセレブに見られたいとは、ある意味あっぱれ。炎上覚悟だったが、親近感が湧きました。どんどんセレブぶってください、と好感度アップ。正直は正義。二人目は孫美さんを見ていこう。孫美さんはファッションモデルでタレントの在日韓国4世。数々のセレブエピソードで注目を浴び、バラエティ番組にも多く出演するようになった。また、過去にはプロボクサー井岡一人さんとの熱愛報道も話題になったことがある。いつの間にかテレビに出るようになっていつの間にか見なくなったよね。お父さんが大富豪で、高校時代は運転手付きのロールスロイスで通学してたとか覚えてる。父親はマカオでカジノ経営をしているらしい。実家は8階建てで高級車が12台あるとかセレブエピソードてんこ盛りだ。2016年6月にフジテレビのドラゴンレイディー3に出演しセレブ伝説を披露した。すると、孫美さんに正真正銘セレブリティのデヴィ夫人が噛みついたんだ。ああ、それ見た見た、夫人が激おこだったよね。孫美さんは高級時計でも止まったら捨てる、理由は時計屋さんが儲からなくなると話した。だが夫人によれば高級時計の多くはネジ巻きで、ネジを巻けば止まることはないと反撃。さすが本物。孫美さんはカジノで父親の友人からもらった1億を一瞬で溶かしたという有名伝説がある。一発勝負して負けたということだが、これにも夫人は容赦なく追求。孫美さんはタジタジで、本当は長者番付に乗っている人に連れて行ってもらっただけと訂正。夫人クラスになるとセレブ話の嘘はバレちゃう。夫人は、あーた、本当はアヒルの子なのにクジャクに見せようと嘘ばっかり、と激怒。誕生日に父親から高級韓国料理の店を一軒プレゼントされたエピソードを披露すると、夫人が権利書を見せなさいと詰め寄る一幕もあった。私服やマナーもセレブのものじゃないって言ってた。数々のエピソードに、それは真っ赤な嘘ですねとバッサバサ切り込んでいく。ゲストの中尾美恵さんは、別に私たちは迷惑かけられてないんだからいいんじゃないと発言。だが夫人は、私がこの方の嘘を止めなくちゃ、と終始ヒートアップしていた。
夫人の謎の使命感。この公開処刑からソンミさんのオファーが激減し、干されたと噂になった。2018年12月、有吉反省会に出演して偽セレブだったことをカミングアウトした。どうやら事務所のキャラ作りで本人は辛かったそうだ。きっと今は楽になったわね。3人目はバビロンマツコこと松永かなえさんを見ていこう。ああ、覚えてるわ。この人は一時ものすごく世間をお騒がせしたわよね。ツイッターでハイパーエリートニートを自称し、セレブ生活をこれでもかと投稿。ブランド品やハイクラスな食事、海外旅行を見せつけてキラキラ女子ぶりをアピール。美女だったこともあって、彼女に憧れる女子を中心にフォロワーも数万人規模だった。モテるいい女として恋愛相談とかも載ってたよね。今思えば痛いんだけど、マウントめいた格言も投稿してたよね。秋冬物のお買い物は、アイテム一つに余裕で OL1 ヶ月分のお給料が飛んでいく、とか、年収が1500万超えたあたりから自分より年収が低いであろう異性は自然と身近にいなくなる、とか、誕生日プレゼントはとうとうバッグやアクセサリーの域を超え、今年はなんと会社と車とドメインをもらいました、とか、その名言は数知れずだ。さ、ネタキャラとして彼女のツイッターをフォローしていた人もいた模様。でも最終的にちょうど9のネタをぶち込んできたわよね。偽物のコピーブランド品をネットオークションで正規品と偽って出品。これが詐欺と商標法違反の疑いで2015年11月18日に逮捕された。バレるって思わなかったのかな ?5 万円で仕入れた偽物をハイブランドのブレスレットとして65万円で出品販売したが、落札した人は箱もチャチでブレスレットも軽いと不審に思って警察に相談してバレた。被害総額は1000万以上だという。これが彼女の言う、年収が1500万円を超えたなのかしらね。ニュースでも報じられ、日々ワイドショーで取り上げられ一躍有名人になった。悪い意味の方だけどね。彼女のことがメディアで取り上げられ生い立ちや学生時代まで明るみになってしまった。都会のキラキラ女子のイメージだが、田舎の出身で地味な優等生だったそうだ。東京で大手 IT 企業 DMM に就職し、美人広報としてメディアにも登場していた。それで十分良かったんじゃないかなと思うんだがな。その後はどうなったのか気になる。結局、十分な証拠が見つからないということで翌月には釈放されたんだ。もちろんその後でも証拠が揃えば逮捕や起訴はあり得る話だ。証拠不十分ってやつね、刑事ドラマで見たわ。釈放されてツイッターに復帰し、アカウント名をコ・バビロンマツコに変更。悟りでも開いたかな。現在の情報は不明だが、知っている人がいたらコメント欄で教えてほしいんだぜ。私も知りたいです。ではラストは中川まりさを見ていこう。こちらはこれまで紹介してきた偽セレブたちとは事情が大きく違う。薬を決めて120キロのスピードを出し、ひき逃げで人の命を奪った加害者。お縄になったことでこれまでセレブを偽ってきたことがバレた。うわぁ。2020年5月20日の昼12時50分頃、東京都大田区の国道でその出来事は起こった。ことが起こる数十分前に現場近くで不審な女がうろついてると通報があり、駆けつけた警察官がこの女に職務質問したが、振り切ってベンツに乗り込んで逃走した。この現場には注射器も落ちていたという。すでにトリップ中だった?その後、パトカーとカーチェイスの果て、歩道に乗り上げ、通行中だった女性が犠牲となった。運転していたベンツは大破。中川まりさは逃げ込んだ近くのマンション10階でお縄となった。悪質だわ。中川まりさは矢崎まりさのアカウント名で、インスタ、ツイッター、フェイスブックなどの SNS で生まれながらのセレブを演じていた。出身地はサンディエゴ、子供の頃はハワイの見える丘によく連れて行ってもらったと投稿。ここからすでに嘘なのね。ドバイやラスベガスの高級ホテル宿泊の様子やアメックスプラチナカードの画像も上げて、セレブぶりを発信し続けていたんだ。職業はモデルでコンサル業、投資家でもあると自称していた。でも実は?警察の発表では飲食店従業員だと発表された。メディアでも大きく取り上げられ、嘘で塗り固められていた反省が明らかになる。幼少期に父親が亡くなり、家賃5万円の市営住宅で母子家庭で育った。当然、この市営住宅からハワイは見えないよね。教育熱心な母の方針で中高一貫校に通い、成績も優秀で明治大学へ進学。同級生によれば、学生時代は勉強ができて穏やかな性格という印象だったらしい。幼少期からここまでは優秀だし、まだまともな感じだけど、
だが当時から虚言癖があり、アメリカの帰国子女だと吹聴していた。吉田茂元総理の側近だった白洲次郎が遠縁だとも言っていた。バレるような嘘だけど、この辺まではまだ許せるよね。この頃は奨学金で大学に通っていたくらいでセレブを演じることもなかった。だが就職に失敗して派手な生活を送るようになった。キャバ嬢だったとか援助してもらってたとか噂はいろいろだ。とにかく車が好きで世間を騒がせた時に乗っていたベンツは2000万円以上する高級車だった。ハンドルを持つと人格が変わるスピード強で、過去には高速で車が炎上したこともあった。お薬も大好きで、一通りはやったと友人に豪語していた。その後はどうなったの？判決は懲役5年。身勝手な暴走運転で理不尽に女性の命を奪った代償としては軽すぎると、批判の声は多数だ。そうね、塀の中で反省してほしいわ。今回は偽セレブがバレた女たちを見てきたがどうだった？どうしてそこまでしてセレブに見られたいのかしら。承認欲求ってやつだろうな。激レアさんの平山エリカさんも言っていただろ。チヤホヤされたいって。彼女の場合は誰にも迷惑をかけていないし、むしろ好感が持てるわ。でも、カミングアウトしないだけで彼女みたいな人はかなり多いと思うぜ。そのうち理想の自分と現実の自分がわからなくなって一線を越えちゃう人もいるからな。なんか虚しいわね。本当にセレブな暮らしをしている人なんて一握りだ。そもそも本物のセレブは SNS で自慢したりしないからな。なるほど、じゃああんまり羨ましいと思う必要はないってことだね。そういうことだぜ。しょうもないクソなついフェミ4000をゆっくり解説。ねえ聞いてよ、マリサ。どうしたんだ？最近ツイッターの相互フォロワーさんが、やたら男性批判のツイートをリツイートしてるのよ。本人もすごく男性批判でさ、一体どうしたんだろうって思って。急にそんな様子になったのか？うん、本当に急だね。今まではそういうこと全然発言していなかったんだよ。なるほど、じゃあ何か男性に嫌なことをされてたとかが一番考えられるんじゃないか？気になるなら本人に聞けばいいだろ。そうなんだけど、いきなりプライベートな悩みに突っ込むのもちょっと無神経かなって思って聞けないんだよね。まあ確かにな。たまに、そこまで言わなくてもいいんじゃない？ってこっちが男性に同情してしまうくらいの内容もあるから、最近話しかけづらいんだよね。ははーん、それは男性トラブルからのついフェミになったんじゃないか？そうなのかな？確かに、女性に人権があっていう発言は見たことあるかも。人権云々を言ってるならそれもう確定だろ。しょうがないから今日は霊夢に、痛すぎるついフェミを紹介してやるから参考にしてみてくれよ。わかったわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。話を聞いていく上で質問なんだけど、そもそもついフェミってどういう人たちなの？いまいち定義がわからないんだよね。ついフェミはその名の通り、ツイッター上でフェミニズム活動と展開する人のことだ。活動内容は主に女性の人権を叫んでいたり、男性をコテンパンに叩いたりしているな。ついフェミって本当に最近できた言葉だよね？そうそう、元は掲示板から来たネットスラングだ。でも別にフェミニズム自体は悪くないよね？ああ、全く問題ないぞ。ただついフェミに関しては、女性の人権を訴えすぎるあまり、過激な言葉や不適切な言葉を多く汎用し、たびたび炎上している。中には行き過ぎた発言で、男性そのものを憎んでいるかのような人だっているんだよ。激しいなぁ。って思ったけど、それフォロワーさんだわ。それゆえにどこかの誰かが何気なくつぶやいたことでも、気に触ればすぐに食ってかかるから、ある意味ネタ扱いもされてしまうんだよ。そんなにすぐに噛みつくのね。もともとついフェミは多くいたかもしれないが、世間にこの言葉が知れ渡ったのは2020年のお母さん食堂事件じゃないかな。ああ、慎吾ママがモデルのあれね。そうそう、ちょうどいいからお母さん食堂事件をはじめに紹介していこうかな。了解。でもお母さん食堂って、確か炎上の発端となったのは女子高生だったよね。ああ、女子高生が、料理イコール母親の仕事という決めつけはふさわしくないから。解明を求める著名運動を始めたのが事件が世に広がるきっかけと言える。でも、この著名活動によってツイッターに潜んでいたついフェミがわらわらと出てきたんだよ。ああ、そういうことか。例えば、ファミマでお惣菜を買おうとしたついフェミが、お惣菜コーナーに広がるお母さん食堂の景色に悔しくて泣いて何も買わずに出た、というツイートもそうだな。なんで悔しくて泣いちゃうの？
これも女子高生の言い分と同じだ。食事はお母さんが作るものという、性別で役割を固定しているファミマが、女性の社会進出を拒んでいると感じたという。おう、それで悔しくて涙出てきちゃったんだね。ああ、そうだ。言い忘れていたけど、ついフェミの上等句は悔しくて泣く、震えるだ。この言葉は結構使われているから、今回紹介する中でも登場するかもしれないぜ。いらない情報ありがとう。で、お母さん食堂の解明運動からどんどんついフェミが登場してきて、食事を作るのはお母さんだけですか、というタグまで拡散されるようになったんだよ。まあ確かに食事に関しては、言わんとしていることは理解できるかな。私もそこはわからんでもないぜ。女子高生が声を上げた内容は、世のお母さんが食事を作るのが当たり前という無意識の偏見は良くない。世の中のお母さんの負担を減らしたい、という思いも入っているから、湧いてきたついフェミに比べたらちょっとだけ言い分がマシだからな。そうだね。今じゃお母さんも働いてるし、急いで家に帰ってきて食事を作る毎日は負担が大きいもんね。ただこれに反応し、著名活動をしたついフェミたちは一味違うんだよ。ほう、というと？著名運動に一人で8回も著名したという猛者が現れたり、家庭で食べていたような味という表現に、お母さんは良くないという意見だったり、そもそも割烹着を着ているお母さんたちが作った美味しい手料理のイメージというのが、近代家族の性別分業を押し付けているという意見など、とにかくいろんな意見が湧いてきたんだよ。なんか、どれもツッコミ満載な意見だね。完全に揚げ足取りでは？っていうか一人で8回も著名するって、それ不正なんじゃないの？それな。本人は全部不正ではないと断言しているけど、霊夢と同じツッコミが絶えなかったぜ。でも結局お母さん食堂は名前変わったよね。それってやっぱりフェミさんの著名運動があったから変わったってこと？ついフェミたちは自分たちの抗議の声が届いて、ファミマが誠実に対応したと喜んでいるけど、ファミマが公開した解明の声明には、著名活動自体は刷新の意思決定の要因になっていないということと、著名活動の前からお母さん食堂はなくなる方向だった、ということが明記されていたな。じゃあついフェミたちの声じゃないじゃん。そうだぞ。ファミマはついフェミを中心とした著名運動の意見自体は認知しているけど、あくまで貴重な意見というだけで、ブランド名をファミマルに改名したのはついフェミの意見が通ったわけではない。でもついフェミたちは、自分たちの意見を聞き入れた素敵な企業、改名は自分たちの手柄だと言わんばかりに拡散し、自画自賛していたっていうな。まあ、本来の目的である改名はされたからね。一応目標達成っていうことなのかな。そういう意味もあるかもしれないな。でも正直お母さん食堂事件は全然マシなんだよ。今年の1月、美術家の犬市さんが発したツイートに噛みつくついフェミがいた。ほう、どんなツイートだったの？説明すると、犬市さんはチョコレート専門店で奥さんに、誕生日だから好きなだけ買っていいよと伝え、予想以上にチョコを持ってきた。犬市さんはさすがに買いすぎだろと驚いたが、どのチョコも全て2種類ずつ選ばれていて、奥さんが毎日一緒に食べようねと言ってきて自分の器の小ささを感じた、という内容だ。やだー、めっちゃいい話じゃない。素敵な奥さんだし素敵な旦那さんで羨ましい。いいよな、私もこのツイート見て素敵な夫婦だなって思ったぜ。っていうかこのツイートでついフェミが反応するところが全く見当つかないんだけど。一見何の変哲もないのロケだし、実際に本当に問題なんてないんだけど、ついフェミはこのツイートに関して、私はやっぱり結婚したくないと思った、全然いい話に思えない。経済的に自立することは自尊心を保つためにも大切。写真付きで世界中にさらされるのも嫌だ。と批判していたな。ん？自尊心？経済的自立？何の話をしているの？それな。犬市さんのこのツイートには、袋いっぱいに詰まったチョコを持つ奥さんの写真が貼り付けられていたんだけど、そこにも不満があったらしいぜ。全くもって不満が出る要素がわからないんだけど、このツイートでついフェミは何に嫌悪したのよ。ついフェミ曰く、旦那さんの買ってやるという態度が嫌というのと、犬市さんが奥さんの持ってきた量に対して、少しは遠慮しろよという気持ちが最初あったけど、自分の分もあるなら OK っていう流れが、誕生日プレゼントなのに浅ましい、というところに目をつけたみたいだな。目の付けどころが非常にシャープすぎて開いた口が塞がらないわ。いいツッコミだな。他にも、奥様が愛玩動物のような扱いに見える、いや、
たかがチョコなのに偉そうにしている男さん、見下されているのに終始低い姿勢でいられる女性、器の問題だけじゃない、という批判の声や、見下されている?そもそも大した量じゃないのに買いすぎとか思われるのがしんどい。誕生日プレゼントなのに半分旦那が食べるとかどこがほっこりツイートなの、とか、リンツごときでこの言い草、もらおだから自覚して、など言われたい放題だったようだぜ。そんなにおかしいかなぁ、このツイート。私は何にも不快に思わなかったし、むしろいい夫婦で素敵ってイメージだったんだけど。フェミさんからしたら犬市さんのツイートは女性蔑視になるらしいぞ。あの、一つ言っていいかな。これって単なる妬みではないの?まあそう思われても仕方ないよな。いかんせんこのツイートの趣旨と全く違うし、旦那さんである犬市さんの最後の一言が全く組まれてない。だよね。この一連のツイフェミのツイートに、自分の器が小さいと認めている内容なのになぜ、いや、夫婦ののろけをそんな目で見れるなんてある意味才能、なぜこれに怒っているのか1ミリも理解できない、などと、呆れた声が多く寄せられていたぜ。そりゃそうでしょうね、私でも疑問だよ。三つ目は2018年に話題となったツイフェミのツイートだ。これも誰かに噛みついたの?いや違う、これは単にツイフェミのつぶやきがバズっただけなんだが、なかなかに話題になったから取り上げようと思ってさ。了解よ。話はとあるツイフェミが女性専用や、男性単独入場禁止という文字を見た時の自身の意見をツイートしたところから始まる。ふむふむ。このツイフェミはこのような文字に対して、女性はどう感じると思う?安心するんだよ、泣けてくるだろう。女性は無意識にいつも男性を恐れて安心できないんだよ。この世界のどこが女尊男卑なんだ、とつぶやいた。出た、泣けてくる。このツイートに対して様々なツイフェミが賛同。その一つに、女性専用の街があったら夜でも深夜早朝でも安心できるし、何より気を引き締めなくていいし、後ろを気にしなくてもいい。足音や自転車、バイクの音に振り返らなくていい。幸せすぎて涙出るね。というものがあった。この人も泣いてるじゃん。この二人の場合は幸せで泣いてるけどな。女性だけの街か。この人たちが過去に男性から嫌なことをされたならわからなくもないよね。まあ、それなら理解できるよな。ただツイフェミは自分個人の意見ではなく、自分の発言は世の女性の意見だという意識を持つ人が多いから炎上するんだよ。ああそっか、最初の発言だと女性全体としての意見みたいに聞こえるもんね。そうそう。確かに夜道一人で出歩くと何が起こるかわからないから不安で怖い、そこまではわかる。ただ、最近だと別に女性だけが危ないわけじゃないだろ。そうだね、男性も被害があるしね。それに、女性専用〇〇じゃなくて、女性保護〇〇っていう名前に変えてほしい。保護されているかどうかが重要で、嫌がらせで居座る男を追放できる、という意見もあったぞ。女性保護って、また癖のある言い方だね。結果的にこの何気なくつぶやいたであろうツイフェミたちのツイートはたちまち広がり、大論争となったんだよ。マジか、そんなにいろんな人が意見し合ったんだ。すごいね。女性専用の街論議の反応では、女性専用の街ができたら次は気に入らない女排除運動に移行しそう、とか、女子校がそんなに平和な社会なのかでこの論争は終了するという反応もあったし、女子校という例えが秀逸ね。男 vs 女の構図に落とし込むより、問題 vs 男プラス女の構図にしたら大抵は解決する。アパルトヘイトってご存知?という反応もあったな。最後の一文がパワーワードすぎて何も言えないわ。でも聞いてる限り、別に女性専用の街ができても悪くないんじゃないの?それこそ女子校みたいになりそうだけど。そう思うだろうが、この論争に参加したツイフェミと、とあるユーザーでレスバトルに発展したんだよ。ええ?女性専用の街が仮にあったとすると、インフラ整備とか行政の仕事は誰がするのか、その街に住む女性だけで行うのか、という問題に対しツイフェミは、女性専用の街に住みたいということがなんで日本から出ていけみたいな話になるの?と返答。誰もそんなこと言ってないよ。ちゃんと読んで。もちろんこれにも当然のツッコミが入るが話を戻して、ツイフェミは、通常インフラ整備は行政が主体だから、行政の人間が仕事をするときだけ入るようにしたらいい、という回答をしたんだ。なんとまあ、都合のいい街だこと。結局ユーザーから、面倒事や汚れ仕事は男にやらせて自分たちは楽に暮らしたいってことか、というツッコミを入れられていたな。そうだよね、女子校だって男性教師がいるし、
完全に女性だけの街なんてそうそう簡単に作れない気がする。それな。ただ、今紹介した女性専用の街論争は正直言って全部紹介するとかなり長くなるから、触りだけにしておくぜ。この一連の内容を知りたい人はぜひ検索してみてくれ。そんなに長いんだ。最後は2021年に公開された、鬼滅の刃遊郭編で起きた騒ぎだ。待ちに待ったにキメだよね。私も毎週見てたよ。私も見てたぜ。熱が続いてたから楽しみにしていたファンは多かったんじゃないかな。で、この鬼滅の刃遊郭編のアニメ放送情報を公式がツイートした途端、ついフェミが発表してきたという話だ。あまり理解したくないけど、噛みついてきた部分ってもしかして遊郭では？お、そろそろついフェミを分かってきたな霊夢。大正解だ。理解できたところで、なんだか気持ちが複雑だよ。ついフェミが発表したのは、子供も見るアニメなのに遊郭編とは何事だ、という内容が主だな。確かに遊郭って華やかなイメージだけど、同時に暗い陰もある独特な世界だしね。それは間違いない。ただ大前提として鬼滅の刃は遊郭自体が題材ではないからな。あくまで今回の舞台が遊郭ってだけだよね。そうそう。ただ、ついフェミはそんな意見を聞きたいわけじゃなく、遊郭がどんな場所でどのような悲劇があったのかを分かっていたら漫画の題材にふさわしくない、とか。だからただの舞台設定だって。幼児にも人気の作品で遊郭はない、だきが人間だった時の名前である梅は、梅毒からとか子供が遊郭を学ぶならドキュメンタリーでお願いしたい、とかだな。ちょっと落ち着こうよついフェミ。確かに子供人気もすごい作品だけど、そもそものテーマは鬼退治だから、そこまで噛みつかなくていい気がするのは私だけ？ごもっともだと思うが、ついフェミたちは、遊郭が女性にとって地獄以外の何物でもなかったものを、子供に見せようとするのがおぞましい、ということが根底にあるみたいだぜ。確かに遊郭がどういったところかっていうのを子供に説明するのは、少し言葉を選ばないといけないのはわかるわ。でも遊郭編は終わったら、もう次から出てこないじゃん。だな。加えて、鬼滅の作者が女性であるにもかかわらずこのような題材を取り上げるのも悲しい、という意見も出てたぞ。そこはそんなに関係ないと思うけど。それだったら、ジンやサクランとかはどうなるのって話だよね。間違いないぜ。サクランは原作、監督、音楽も女性だからな。言われてみればそうだね。ついフェミ的には、性的搾取されていた場所、負の歴史を美化するな、という文句だったみたいだが、ファンを中心に、漫画をきちんと全部読んでから抗議してほしい。吉原なんて昔から何度も創作の舞台になってる、という意見が多発してたぜ。ごもっともすぎるけん。ただ、実は鬼滅関係でついフェミが突っ込んだのは遊郭編だけじゃないんだぜ。そうなの？2020年にとあるついフェミが鬼滅を読んでいた時のツイートを紹介すると、楽しく読んでいたけど、お、イブリンブリンの柱が出てきてから、なぜ柱になるほど強くてもう、意図愛嬌のキャラにならなきゃいけないんだ、なぜ当たり前にこういうキャラが書かれるのって思って悔しくて泣けてきて続きが見れない、というようなツイートだな。出た、悔しくて泣く。それって甘露寺蜜璃のことだよね。ああ、このついフェミの言い分として、お願いだから女性キャラも普通に人間として戦わせてくれ、という一文も添えられていたぜ。いや、普通に戦ってますけど。しかも甘露寺さん結構強いよね。このツイートに対して、普通に人間として戦ってる、いや、ナチュラルに豊胸な女性を人間扱いしてなくて草、といった反応が寄せられていたな。胸のサイズくらい、別に漫画の筋に関係ないと思うけどね。まあ、あれだ。ついフェミ界隈だと包丁イコール奇形という認識らしいからな。加えて作者が女性で大ヒットしているから、ただの妬みという意見もかなり多かったぞ。その認識にドン引きだよ。どうだ霊夢、少しはついフェミを理解できて参考になったんじゃないか？そうね、ついフェミがとにかくよく泣いていることだけはわかったわ。そこじゃないだろ。冗談はさておき。ついフェミの言い分も多少わかるところもあるけど、過剰に反応しすぎているって印象だったよ。なんだろうなぁ。そこまで日々意識して生活していると窮屈にならないのかなってちょっと心配だよね。だな。彼女たちの言い分を全否定するわけではないし、本当に過去に嫌なことがあって過剰に反応している人もいると思うから、全否定は良くないのは承知している。ただ今回紹介したのはあくまで際立っている痛いついフェミだから、中にはまともな人もいるからそこは忘れないでいてほしいぜ。
大丈夫よ、そこは理解しているから。リアルバービー人形になりたい人たち5000をゆっくり解説。今回はバービー人形の話と聞いてとっても楽しみにしてきたわ。やっぱり霊夢もバービー人形が好きなのか？もちろんよ。美人でオシャレでスタイルも完璧。バービーちゃんは女の子の憧れよ。今回はバービー人形に憧れて、お金も時間も人生さえも捧げた人たちの話を紹介するぜ。え？実写版？コスプレ？なんだかドキドキするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは一人目、アメリカロサンゼルス在住のオフィーリア・バニキさんだ。さすがアメリカ人ね、スタイルもいいわ。こんな風ななりきり画像もあるぜ。まんまバービーちゃんじゃないの。ここまでなりきるなんてすごいわ。メイクもバッチリだわ。もっとアップで見たいわね。はい、どうぞ。目でか。なんかアップになるとすごい迫力ね。一緒に写ってるお人形のバービーちゃんが、霞んで見えてしまうのは気のせいかしら？彼女はバービーになるためにメイクに3時間かけているそうだ。3時間？まるで特殊メイク並みの時間のかけ方ね。でもメイクだけでバービーちゃんになれるなら、私も挑戦してみたいわ。いや、彼女はリアルバービーになるため、目と鼻、唇、体など整形手術に500万円かけている。2009年にボツリヌス菌注射をしたのが最初で、その回数は25回になる。やっぱりそうなのね。25回、500万円なんてバービーちゃんになるのも大変だわ。でも彼女は今の仕上がりには満足していないらしく、理想のバービー体型になるために、今後は包茎、方向と肋骨を6本は切除したいそうだ。ボンキュッポンになりたいってことよね。でも肋骨を6本も切除なんて。今はコルセットでボンキュッポン体型にしているそうだが、リアルバービーになるためには手術が必要らしい。そして今より唇を厚くして、目の色を変えてヘアーも白くしたらしい。ものすごい情熱だわ。そこまでバービーが大好きなのね。彼女はアメリカと中国のハーフで、アジア系という偏見から辛い目に遭っていたそうだ。そして拒食症とうつ病になってしまった。許せないわ。そういう偏見って根深いものがあるけどなくならないものかしら。そして自信を取り戻すために、子供の時から大好きだったバービー人形のようになることを決意した。インスタグラムには3万6000人のフォロワーがいて、彼女のメイクやファッションに興味を持つ人も多いそうだ。それでも非難する人もいて、彼女のアンチサイトもあるらしいがスルー。むしろ関心を持たれていると前向きに捉えているそうだ。バービーになることで自信を取り戻して、偏見を克服したのね。これからも無理のない範囲でバービーちゃんになっていってほしいわ。では二人目のリアルバービーになりたい人を紹介するぜ。オーストリア、メルボルン在住のタラ・ジェイン・マッコナッチーさんだ。え？彼女は自身を生きているバービー人形限定版と言っているぜ。私が知ってるバービーちゃんをはるかに超えていってる気がするんだけど、これは多分整形よね。彼女は自他ともに認める整形依存症で、完璧なバービーになるために費やした費用は1500万円だ。完璧なバービー？確かにバービー人形の歴史は古くて、1959年からいろんなバービーちゃんがいるけれど、どのタイプなのかしら？それにしても1500万円とは驚いたわ。彼女は整形外科の看護師だったんだ。そして自身も患者となり中毒になってしまったらしい。鼻形成は5回、歯のベニア、最も気に入っているパーツは唇で、フィラー注入は数えきれないそうだ。確かに唇のインパクトすごいわね。アメコミとかアナゴさんという意見もあるが、本人はやっと理想の唇になったからあとは意地だけでいいそうだ。価値観は人それぞれだから、本人が満足していることが大事よね。胸もすごそうなんだけどボディもボンキュッポンなのかしら？バスト94センチ、ウエスト43センチ、ヒップ74センチの超メリハリボディだ。うわわ、ウエスト43センチって何？彼女は豊満な胸にこだわりがあって、一般の5倍という特大の包茎インプラントの施術を受けている。それでもまだまだ大きいインプラントを考えているそうで、さらに細いウエストのため肋骨切除も検討中だ。ウエスト43センチなのにまだ細くしたいなんて、欲望は尽きないのね。次に何の施術を受けようかと考えるだけではくてからしい。理想のバービーになるため、瞳をもっとグリーンにして、フェイスリフトや頬のインプラントなど夢いっぱいだ。彼女はコンプレックスがあったわけじゃないのよね。これが整形前の彼女だ。美人じゃないの。こっちの方が良かった気がするのは私だけかしら？いいや、ほとんどの人が同じ反応だ。今は面影もないが、タラジェインさんは理想に近づきつつあるんだから満足だろう。そうね、本人が幸せなことが一番だものね。
では3人目のリアルバービーになりたい人を紹介するぜ。これまで2人の女性を紹介してきたが、こちらは元男性だ。え？男の人？アメリカのニュージャージー州在住のニッキー・エキゾチカさんは、歌手やタレントとして活躍している。ニッキーさんは男性か女性か以前に人間か人形か、と言われているぜ。そしてリアルバービーになるまでにかかった費用は総額1億円だ。1億？超お金持ちなの？そのお金をどうやって捻出したのかは明らかにされていないが、1億かけたことに一切の後悔はないそうだ。ナイスバディね。男性から女性になったから費用もきっと高額なのね。性転換や生体手術も受けているが、一番高額なのは6回にわたる、鼻の整形560万円らしい。そして15年間、整形を繰り返しているので総額で1億円になったそうだ。その体には数十リットルのシリコンが入っているとも。考えただけで重そうね。15年間で1億円となると、やっぱり面影はないのかしら？こちらが少年時代と現在のニッキーさんだ。あら、かわいい。ものすごいビフォーアフター、まるで別人ね。ひょっとしてこの頃から、バービーちゃんになることを夢見ていたのかしら？4歳の頃からいとこのバービー人形で遊んでは叱られていて、当時からバービーになることが夢だったそうだ。男の子なのに女の子の遊びが好きで、学校では辛い思いもたくさんしたらしい。子供って無邪気だけど、時には残酷だものね。心は女の子なのに男の子の体であることにも苦しんだらしい。そんなニッキーさんの楽しみは母親のコスメで派手なメイクをすることだったそうだ。そして19歳の時に違法ホルモン治療をしたところからリアルバービーへの道のりが始まったぜ。夢を諦めなかったのね。子供の辛い体験から全く別人になりたかったニッキーさんは、今の自分に大満足しているそうだぜ。世界中でバービー人形みたいと言われることがとても嬉しいそうで、1億の価値は十分あったと言っている。夢が叶ってよかったわね。ニッキーさんの次の夢は、バービーのボーイフレンドのケンのような男性が現れるのを待っているそうだ。背が高くてマッチョで美しい男性が理想らしい。ケンはかっこいいものね。そういう人が見つかるといいわね。では4人目のリアルバービーを紹介するぜ。ロシア在住のアンジェリカ・ケノバさんだぜ。きゃあ、かなり仕上げてきたわね。これまで整形でリアルバービーになりたい人たちを紹介してきたが、彼女は整形も加工も一切していない天然物のリアルバービーなんだ。だからこんなにナチュラルなのね。本当にお人形さんのような顔立ちだわ。でもスタイルの方はどうなのかしら？リアルバービーというからには美しいプロポーションありきなのよ。これでどうだ？すみませんでした。完璧なバービーちゃんでございます。彼女はモデルさんだからな。身長は165センチとモデルにしては少し小さめだが、そのビジュアルからリアルバービーとして世界中で話題になったんだぜ。でもいくらモデルさんとはいえここまでリアルバービーだと疑ってしまうわ。本当は少しくらいお直ししてるんじゃないかしら？これは彼女の幼少期だ。これを見ても疑うか？すみませんでした。生まれついてのバービーちゃんでございます。でも神様って不公平だわ。確かに彼女は天然バービーだが、ある意味では作られたバービーでもある。どういう意味？だって整形も加工もしてないんでしょ？彼女はこの画像にある6歳まではごく普通の子供として暮らしていたが、両親から言われてバービーとして生きるようになる。10歳から専属トレーナーがつき、ウエストとヒップメインにしなやかボディを作るトレーニングに励んでいる。そしてそれは現在も続いている。食生活は明かされていないが、おそらく徹底的に管理されているに違いない。ある種の英才教育、バービーメソッドね。両親には溺愛されていてプリンセスと呼ばれ、外出時にはいつでも母親が同行するらしい。制約もいろいろと多いそうで、デートも母親同伴なので、彼氏ができたことは一度もないそうだ。こんなに可愛いのに、恵まれているような、そうではないような。でもそういった徹底ぶりがリアルバービーを育んだのね。これからもますますリアルバービーに磨きをかけていってほしいわ。これまで4人のリアルバービーになりたい人を紹介してきたが、最後に番外編として紹介したい人がいる。バービーの恋人ケンことリアルケンになりたいブラジル出身で、現在はロンドン在住のロドリゴ・アルベスさんだ。そして整形を繰り返した結果がこちら。え？私の知ってるケンとは違うわ。繰り返さなくてよかったんじゃないの？確かにケンは発売当時からいろんなモデルが出てるけど、このタイプは確実にいないわ。こちらが整形前のビフォー写真だ。ロドリゴさんは肥満体型で女性のように胸が膨らんでいたことから、壮絶ないじめに遭っていたんだ。しかし医師からコンプレックスの体型は、ホルモンバランスの乱れによるものだと診断される。
処方された薬は効き目がなかったが、体は変えられるんだと希望を持ち、17歳で胸を小さくする手術を受ける。その2年後にイギリスで整形手術を受けて、そこからは止まらない。いじめが原因で整形をする人は多いわね。これは許せないわ。でも整形依存症になる人は、トラウマを克服するうちに止まらなくなってしまうのかしら。かもしれないな。違う自分になりたいと思ううちにどんどん理想を追い求めてしまうのかもしれないぜ。ロドリゴさんは顔も含め、全身整形すること100回以上。その費用も7000万超え。実家がお金持ちだからどんどん整形できちゃったらしいぜ。さすがにこの番外編は衝撃的すぎだったわね。でもロドリゴさんもリアル犬になることで、前向きになれたのならいいことだわ。霊夢、ロドリゴさんの話はまだ終わりじゃないんだ。え、これ以上何があるというの？ロドリゴさんはテレビ出演するなど、メディアでも有名人だったがめっきり露出が減ったんだ。劣化で人前に出られなくなったのかなど噂になったそうだ。それは心配ね。どうしたのかしら。彼はバービーに生まれ変わって完全復活を遂げた。え、なになに？バービー、どういうこと？まあ、落ち着け。リアル犬として生きてきたロドリゴさんだが、心はいつもバービーだったそうだ。そう、彼はトランスジェンダーだった。そして生まれ変わった姿がこちらだ。左がリアル犬だった頃、そして右がバービーに生まれ変わったロドリゴさんだ。うわわわ、衝撃にも程があるわ。さらに衝撃的な画像がこちら。確か、この人一番最初は胸を小さくしたかったんだよね。でもロドリゴさんはこれは神様のお告げだと言っている。世の中の人たちもポジティブな反応で、たくさんの男性からデートのお誘いも来ているそうだ。今後は解明も考えているらしい。遠回りしたが本当の自分を見つけられたのかもしれないな。そうね。みんな本人が満足で幸せならそれでいいと思うわ。でも今後、お人形のバービーちゃんを見た時は、きっと複雑な気持ちになるわ。視聴してるみんなもバービーちゃんで遊ぶ時は、心の準備をしてね。それじゃあ、また見てね。総額4億貢ぐ。ホストに狂った女たちをゆっくり解説。マリサ、たまにはイケメンたちと楽しく飲みたい。ホストクラブに行きたいわ。別に行くのは勝手だが、あまりお金を使いすぎるなよ。大丈夫、ちょっと楽しむくらいの気持ちだから、そんなにハマらないよ。いざ行ってみたらわからないぜ。ホストにのめり込んでしまう女性は少なくない。その中には意外な女性芸能人だっているんだぜ。え？どんな人がいるの？よし、じゃあ今回はホストに狂った女たちの末路6選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、脇坂絵里子さんだ。タレント女医としてテレビで注目を集めていたよね。脇坂さんは2016年に自身の経営するクリニックで、実際には診療をしていない患者への診療報酬として、2年間で約7000万円を不正に受給した詐欺容疑で逮捕されているんだ。医師でタレントなら稼いでいるはずだよね。なんでそんなことしてしまったんだろう？一説では、ホストクラブに通うために詐欺事件を起こしたのでは、とも言われているんだぜ。どれだけホストでお金を使っていたのよ？2014年6月16日放送の日本テレビ系の番組、人生が変わる1分間の深い話に脇坂さんが出演した際、ホストで合流する姿が放送されている。番組内では年収が5000万円であることを明かし、毎晩のように新宿、歌舞伎町のホストクラブやキャバクラで飲み歩いていたみたいだぜ。仕事も忙しかったはずなのに、タフな人ね。高級ホストクラブでナンバーワンホストのために3000万円分ものボトルをキープし、定期的に若い男性たちと合コンもしていたようだ。年収が5000万円もあるのに、貯金は全くないと告白していたぜ。ものすごい金遣いの荒さね。この金遣いの理由については、お金は使って頑張る、それが原動力と答えているぜ。金は天下の回り物とも言うしね。ただホストに貢ぐってのはどうなんだろ。人のお金だから別にいいんだけど、逮捕された後は当時ほど稼げてないと思うけど、今でもホストが用意しているの？今は付き合いが長くて仲のいいホストの誕生日に顔を出すくらいで、ホストクラブにはほとんど行ってないようだな。テレビで放送されていたホストエピソードも、サービス精神ゆえに事実より盛った発言をしていたと話しているぜ。本当かしら？ちょっと疑わしいわね。何はともあれ、これからはお金に困らない範囲でホストを楽しんでほしいわ。続いて紹介するのは、坂口安里さんだ。母親が女優の坂口良子さんで元セクシー女優という異色の経歴の方よね。
バイキングの小峠さんとの熱愛報道は話題になったよね。二人の交際がスタートしたのは2014年10月頃だが、わずか半年で破局してしまっている。その理由の一つはホストクラブでの豪遊と言われているぜ。小峠さんと別れた後、一人が寂しくなりついついホストに依存してしまったようだ。坂口良子さんの遺産3000万円を使い果たし、さらに2000万円の借金を作ってしまったんだ。使いすぎ、天国でお母さんが泣いているよ。その借金を返済するためにセクシー女優へ転身した。その後もホスト通いは続き、最終的には付けがたまりすぎ、現金でしかお店で払えないようになっていった。友人にもお金を借り回っていて、友達も減ってしまったらしいぜ。そこまでなるまでやめられないものかね。そして2017年には交際していたホストに SNS で、ホテルで撮影した写真をばらまくとメッセージを送り、現金3万円を脅し取ろうとした疑いで逮捕されているぜ。たった3万円のために事件なんて起こさないでよ。この件について坂口さんはツイッターで謝罪しているが、その1時間後、ネイルに行ったと投稿し、炎上しているぜ。絶対反省してないでしょ。そしてその後は芸能界を引退し、風俗嬢として働き、YouTuber になるなど、職をコロコロ転身しているぜ。迷走してるねー。その間もホストに通っているの？ああ、2019年3月8日のインスタグラムの投稿では、ホストクラブで働く男性から右手薬指と小指を折る被害を受けたことを明かしているぜ。ええ？大怪我じゃない、なんでそんな被害を？新宿歌舞伎町のホストクラブで飲んだ際に、突然襲われたらしい。当初はドアに挟んで怪我をしたと説明していたが、突如、怪我の真相を語り出したんだ。怪我をしたのは気の毒なことだわ。だけど、本当にホストにやられたのかしら？証拠はないな。SNS でも、売名行為、もう手に負えません、などと呆れたコメントが見受けられたぜ。そして2019年、先ほど説明した3万円を脅し取ろうとしたホストのマンションに侵入した疑いで逮捕されているんだ。またホストとトラブル？どれだけ騒ぎを起こせば気が済むのよ。極度のかまってちゃんなのかな？そうかもな。母親を亡くしたことや小峠さんと別れた寂しさで精神的に不安定になったのかもな。亡くなった陽子さんのためにも、立ち直ってほしいわね。続いて紹介するのは、飯島直子さんだ。元祖癒し系ね。飯島さんは1997年にチューブのボーカル前田信輝さんと結婚している。前田さんの大ファンだった飯島さんからのアプローチがきっかけだぜ。飯島さんからアプローチされたら、そりゃ結婚するよね。だが、多忙によるすれ違い生活が原因で2001年に離婚している。4年という短い結婚生活だったぜ。そう、残念だけどお互い幸せになれるといいね。飯島直子さんは離婚後もテレビドラマで主演するなど活躍を続けていた。しかしプライベートでは、ホスト遊びにハマってしまっていたんだぜ。やはり離婚して寂しい気持ちがあったのかしら。そして2005年頃に、13歳下の歌舞伎町のナンバーワンホストに本気で惚れ込むことになる。連日通い詰めてシャンパンを開けるなど、一晩で100万円使うのは当たり前。一晩で500万円使ったこともあると言われているんだぜ。さすが飯島さんクラスになると振る舞いが違うわね。さらにそのホストと同棲するために、2億5000万円もするタワマンを購入したとも報じられたんだ。大盤振る舞いしすぎ。っていうかそのホストもさすがに断りなよ。そのマンションで二人は同棲を始め、飯島さんは彼にホストを辞めさせるために専門学校へ通わせたりしたんだ。かなりの尽くす女ぶりだね。飯島さんみたいな美人にそのホストは、幸せ者ね。だがそのホストは結局、飯島さんの紐状態になってしまった。そんな男に飯島さんの気持ちも冷めてしまい、破局の道を選んだぜ。それで正解だよ。飯島さんはそのホストに、他にもベンツを買ったり、バー店舗の改良資金なども出している。最終的に飯島さんがそのホストの彼に尽くした額は3から4億円に上ったと言われているぜ。飯島さんは本気で惚れてたんだろうね。だけどそこまでするなんて狂気の沙汰だわ。その後そのホストは再びホストの世界に戻り、歌舞伎町のとある店で総支配人兼ホストとして働いているらしいぜ。憎たらしいけど、それだけモテる男なんだろうね。飯島さんはその後もしばらくはホスト遊びを続けていたようだ。ホスト狂いからは抜け出せていないの？いや、大の仲良しという小泉京子さんが親身になって相談に乗り、熱心に説得したらしい。その甲斐あって、
ホスト狂いから抜け出し、芸能活動に打ち込むようになったんだぜ。いい話だなぁ。小泉今日子さんの好感度爆上がりだわ。続いて紹介するのは、長澤まさみさんだ。長澤さんには長年指名しているホストがいて、大きな仕事の前後には自分へのご褒美として、そのホストを連れて1週間ほどの旅行に出かけることもあったようだな。それは伊勢屋さんに呆れられても仕方ないわね。今でも出張ホストに年間で数千万円つぎ込んでいるほどのホスト狂いなんだぜ。出張ホスト業界では一番の太客として有名で、長澤さんの CM ギャラはホストに流れている、とまで言われるほどだ。長澤まさみさんほどの美貌と知名度があるならわざわざホストに行かなくても、いくらでも男が寄ってきそうなものだけどね。やっぱりホストは数千万円注ぎ込むくらい特別なのかね。続いて紹介するのは、女優の牧陽子さんだ。これまた有名女優だね。牧さんは2015年に、6年間連れ添った元俳優の夫と離婚したストレス発散でホスト遊びにハマってしまう。小学生の娘さんがいたが、その子を母親に預けて歌舞伎町に繰り出していたんだぜ。子供のためにもあまり派手な遊びは控えてほしいわ。ところが牧さんの派手っぷりはなかなかのものだぜ。牧さんはお気に入りのイケメンホストを隣につけると、数十万円もするシャンパンを何本か開け、最終的に数百万円もの高級ワインを入れるんだ。牧さんがたった一晩で使ったという最高金額は2000万円と言われているぜ。2000万円?田舎なら一軒家が建てられるレベルじゃん。牧さんに気に入られたホストはナンバーワン間違いなしだね。その後も牧さんはホストクラブに通い詰め、毎晩のように高いお酒を振る舞っていたようだ。歌舞伎町界隈ではホストとの結婚の噂が飛び交っているほどだぜ。最後に紹介するのは、細木和子さんだ。六星占術の細木和子さんね。2021年に惜しまれながらお亡くなりになってしまったよね。著書の六星占術によるあなたの運命は、累計1億冊を超える超ベストセラー。テレビに出れば視聴率女王と呼ばれ、最盛期は年収30億円と言われているぜ。それだけ稼いでいれば金銭感覚も麻痺しちゃうだろうね。細木さんはタッキーこと滝沢秀明さんなど、若い男が好きなことで知られているが、2001年頃からホストにはまり始める。一晩に800万から900万円は使っていたというな。まさに湯水のごとくお金を使っていたのね。しかも細木さんは、お気に入りのホストを水揚げしたこともあるんだぜ。水揚げ?ホストに水商売をやめてもらい、自分が養うことだ。年収30億円もあれば、一人や二人養うことなんてわけないんだろうね。その後、そのホストは細木さんの関連会社で働いているようだぜ。至れり尽くせりだね。細木さんが亡くなった後、そのホストはちゃんと生きていけるのかしら。ちなみに細木さんがホストに通うのは、ホストがただ好きというだけではない。細木さんがホストに通うのにはある理由があったんだ。ホスト好き以外でホストに行く理由ある?なんだろ?バクバク爆笑問題大同窓会、伝説の人気番組からあの大スター続々登場スペシャルにゲスト出演した際、その理由について次のように語っているぜ。ホストクラブに通うというのは広告料だと思っていて、5200円のセット本が年間1300万部売れた。ん?ん?別にホストに行ったから売れたってわけじゃないでしょ?なんでもホストは入れ替わり立ち替わりが激しいから。辞めたホストたちが地方に行ったら細木和子はすごいよと言ってくれて、本も売れるらしいぜ。その宣伝に900万円もかけているというの?費用対効果悪すぎでしょ。まあ、ホストで楽しめて、本の売り上げにも若干寄与されるからいいと思ってたんじゃないか。凡人には考えられないお金の使い方ね。以上、ホストに狂った女たちの末路6選を紹介したぜ。意外な人もホストにハマっていたのね。だけどさすが芸能人、使い込む額が半端じゃないわ。けど、それだけの魅力や中毒性がホストにはあるってことなんだろうね。そうだな。だから霊夢がホストに真剣にハマってしまったら秒で破産するから注意が必要だぜ。もちろん、適度に楽しむ分にはホストに行くのは全然いいと思うぜ。そうね。あまりお金を使わないように、不細工で話のつまらないホストを指名するわ。それはそれで金をドブに捨ててると思うぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。